神戸の花町では、神戸市に存在した花町、また遊郭について述べる。神戸の前身、兵庫は、瀬戸内海の港町として栄え、随時して遊郭も誕生した。日本神の一種である、兵庫曲げの発祥の地である。サビエ町参照。江戸時代天明応年間に形成された花町。芸に、将棋の混在が高く、明治十五年に、 二枚観察が禁止され、将棋は新設された、新福原川に移住し、芸儀のみの花町となる。遊郭は、神戸市兵庫区、福原町に存在した。明治元年、現在の神戸駅付近で開設。明治5年、鉄道敷設により、現在地の旧港川右岸の福原町に移転。最盛期に貸座式1 6件、将棋903人、芸儀の鍵盤として、 大規模を誇った、強立県には200人以上の芸儀がいた。しかし、神戸大空襲で消失、戦後赤線に、以降、1958年の売春防止法で遊郭廃止。現在は、ソープランド等の西風俗店がひしめく、歓楽街となった。明治13年、江戸期以来の花町、柳原から分離して設置された遊郭。 1945年3月16日の米軍の大空襲により消失。旧西国街道の集落であった元町は、明治6年の時の県令、神田公平による参照令によって貸し座敷が街道内で設置されたが、福原に移転し、芸ー置屋と鍵盤が残った。しかし、元町の商店街化に伴い徐々に花熊移動し自然消滅する。 元町にあった花町が消滅し、料理屋、芸技置屋が、現在の花熊町に移転。後に、神戸随一の花町に成長する。昭和20年3月の空襲によって消失した、福原、新川の領有閣に移転指定地として、神戸市灘区岩屋中町に位置する、貧馬神社の付近に、花町が存在したが、同年5月の空襲によって、再び消失した。 高速道路が立ち、工業地である海岸は、当時、風光明媚に恵まれていた。なお、見ぬ目は、地元では、見る目と発音されることがあった。神戸市須磨区の須磨寺付近に、花町が存在した。大正期、桜の名所で知られる周辺に形成されたという。大正10年、沖屋9県、芸儀110名であった。昭和10年に、二行地として発足。 戦災によって一時消滅したが、陥落外復興の機運が高まり、昭和27年に青線地区として再生した。1945年3月16日の米軍の大空襲により、福原人氏の遊郭が廃人と化したため、1945年5月頃から、福原新川業者54件が、長田区二葉町五丁目の花町に遊郭を移転開業した。 業者は移転後数年間は、当時の繁華街対象筋、六感道に近いこともあり相当栄えたが、地元の産業の経済的変動も手伝ってか、一時300名を数えた、従業府も1957年4月には、業者40件程度に減少し、1958年3月中巡業者は、解散した。ありがとうございます。